はい、皆様こんばんは、今日は特別企画ということでですね、イギリス・ロンドンからおいでになりました、学生さんなんですよね。で今日はですね、お名前言いますけどルーシーさん、それからケイトさん、それからマッチさん、はい、それからメッツさん、はい、一応この4名様、それで隣にいますのがトヤさん、一応通訳いただいてます。トヤさんどうしたのダメね、普通にお願いしますね。で今日はですね、このいきさつっていうのをちょっとお話ししたいなと思うんですけども、まあ、町歩きセンターにね4時過ぎ頃ちょっと来ましてですね、でなんか宿屋泊まりたいとかなんとかっていうので、なかなか私も英語知らないので、まあ、本を見ながらでこうやってこういうここはどこに、ね、英語のあれでもって日本語の声通じるようなそういうのやってたんですけど、拉致が開かないのでもう急遽トヤさんに一応前に連絡しといたので電話しましてですね、5分ぐらい待っていただいてここへ来ていただいて、今通訳しながらやっていただきました。で実際に、宿屋さん、まあ、泊まりたいっていうんで宿屋さんを紹介したんですけども、両方とも混んでてダメだということで、まあ、急遽別なところへ一応寝袋を持ってきたっていうのでね、まあ、広い場所であれば OK だよっていうことでなんとか決着つきました。まあ、そういったこともありましてですね、じゃあぜひイギリスから来てるんだったらぜひ真っ白テレビちょうどやってるのでね、こういうのをぜひ出てくれないっていうお話をちょっと戸谷さん通じてやりましたら OK っていう形だったので、今日こういう特別にちょっとやらさせていただきました。もう実際にどういうふうな話をすればいいかなっていうのは分かんないので、まあ、ぶっつけ本番で、まあ、一つずつ質問していって戸谷さんに通訳していただくような形でやっていきたいなというふうに思います。まあ、実際、来られたのはイギリスでロンドンから来られたって、まあ、お名前も言った、あお年じゃあちょっと聞いていただいていいかな、ルシさん、ね、お年 How old are you? I'm 16, 16歳、はい、ケイトさん16歳、はい、マッチさん17歳、はい、メッチさん18歳ねっていう形の年齢の方ですね、はい。で実際に真っ白に来たというのはどういうことなのかちょっと聞いてみていただいていいですかね、分からなかったね。私は一応彼から聞いてる、聞いてるやつでちょっと話していただいていいです、彼らはイギリスから来た160キロ の, と旅行を10日間でやるというそういうエクスプローラー、まあ、冒険旅行ということをしているグループなんです。で4月4日オーガスト4、8月4日に大月からスタートしまして、でたまたま松代、それでファイナルは新潟の西岳、10日間でそこで終了するそうです。で彼らのあれは目的はディファレントカルチャー、要するにいろいろ違う国の文化を研究するというのが目的のグループだそうです。で彼らはメンバーオブボーイスカウトのボーイスカウトに所属していて、そういうエクスプロアベルトエクスペディションという、まあ、冒険して異国のカルチャーを学ぼうというグループで、4日、8月4日に群馬の大月をスタートして、たまたま松代へは1時に着いたそうです。それでなぜ松代かというと、テンプル、お寺がたくさんあるということを聞いて2カ所ぐらいを訪問しまして、でたまたまこれ何時に来たっけ4時に来て、でたまたまそれと非常に限られた予算で、寝袋持ってきたというんでね、三田さんも一生懸命心配して、定感度じゃ6000円かいやどうあそこは6000円いやいや、まあ、それで寝袋持ってきてって言うから、ね、まあ、三田さん非常に気を利かしてね、じゃ隣が空いてると、もうベリーグッズだってね、大変喜んでね。で、今ちょうど夕方で2カ所ぐらい時間ありましたもんで、城跡ね、開設領主と、それから古い小学校、それから真田レジデンス、真田邸ね、今紹介したり、いろんな話して、今ここへ来たということで、非常にこの松代は、How do you feel the 松代 town? How do you feel?
フィルムマシン。Very nice. Very historical. Very historical. Definitely. 非常に歴史的で。Very calm, calm, calm. Calm. 非常に静かで、yeah. 歴史的な雰囲気だそうです。というふうに言ってます。あとあれですかね、そのまっすぐ今案内してもらって、うん、ちょっとなあのお城見てどんな感じ？プデューテラスはフィルムはオブキャッスル、レジュニアムキャッスル、キャッスル、はい、プデューテラス。Very beautiful. Very beautiful. Very beautiful. Very different to England. Yes. 非常に美しかった、美しく、ね、The culture is very different.ああ文化が非常に違った、はい、The building is the magnificent. ああ建物が非常に雄大マグニシフィシェント雄大と言ってました、はい、And it has a very interesting history. ああ非常にあの歴史を感じたということを言ってますね、はい、でもイギリスにもこういうあのお城みたいなのあるじゃないですか。それと比較してみてどんな感じ？ I guess you have an oldCastle like Japan. Could you tell us the difference between both? Ours made of stone usually, rather than wood. And a lot of ours are falling down. Are broken. Very old. Yeah. So a lot of the castles are very old, much like Japanese ones.As we've said, they're coming down, but they also hold a very large history. ほとんど崩壊して古い歴史を持ってるのたくさんあります。They are restoring. Why did you restore the castle? あなたは補強しないですか？Restore? Rebuild? No? And why are you restoring?As a memory, memorial として。はい、yes. Yes. We like the history of them. We like the history behind the castles. Yeah, we enjoy the history of the castles. So, preserved. very interesting. あの、非常に保存されているので、日本は非常に監視しましたと言ってましたけど、日本はと、イギリスと違ってね。あの、実際にこう日本に来られたんだけど、その来る時の、 あのなんていうかな、募集かけるとかどうのこうのってそういうその、来る時のなんていうかな、どういうふうにやって来られたのかっていうのをちょっと聞いてみてもらっていい？なんかその募集に応募したのか、それとか自分が率先してこういうふうにやってたのか。だから彼らは、うん、あのボーイスカウティングのメンバーで、うん、ジョイメンバーで、うん、あの、うん、Why did you choose Japan? Its culture is very, very different to England, so it's really interesting for us to learn about the culture. 非常に日本の文化に興味を持って日本をチョイスしたと言ってます。で、ボーイスカウティングに所属していて、そこの一環として来たということですね。ボーイスカウントとの、あの冒険旅行、エクスプラーベルトエクスペーションと言ってるけど、ボーイスカウティングの中でそういうことを奨励して、Does you financially support? We raised the money ourselves to come here. So a lot of work in order to get here, but it's been worth it. You have money? Mm. We had to work to get the money. やっぱり私は自分で稼いできたと言ってますけど。あ、そう。ボイスカウティングでそういう異文化を知ろうという冒険ベルトって書いてあるね、その一環として。費用はどのくらいなんですか？費用。How much a cost of this Explorer belt? Yeah, 10 days. About? £1,600. Pound? ちょっと待って。1,000? 600. 数字怖いね。ジュアリング10 days? 10日間でね、1,600 pounds だって。16万か。約そのぐらいか。わかる？
一人ね、1,600ポンド等価でね、うん、彼には、うん、あの与えられてるんでさ、あとちょっとやってください、ね。あ、そう。でこれをまあ一通り終わったら、その報告書みたいのって何か出すんですか。How are you finished this explorer?、Mm-hmm. Do you have to make a report to? Yes. So when we get back home, we have to make a presentation. To、others who are assessing us. Our leaders. Like our teachers. Present, you make presentation? Yes.、Yeah. Yes.In front of big audience. Yes. 帰ったらね、もう大変大勢の前で、うん、in front of big audience、うん、やっぱりプレゼンテーション発表するんだそうです。すごいね。1ポンド170円ね。そうです、17万か。ああ、1人当たりね。1ポンド170円。そうすると、まあ、ちょっと後で計算してください。これであれ、今日はここで泊まって、明日はどんな予定なんですか。Could you tell us tomorrow's plan? Tomorrow's plan? Leave tomorrow's plan. We are going to continue walking, so wake up early when it's cooler, and continue walking across to the other side of Nagano, where we will.Find somewhere to sleep again. Through Nagano to the other side. Nagano. Walking. To Zenkoji or something. Nagano. Nagano. Then sleep in Nagano. When will you get up to tomorrow morning? Early. About go or walk. Five. その朝ね、5時ぐらいに起きて。歩いて善光寺方面向かうと言ってます。すごいね。変わるね。すごいね。だって、よくない。そのまましてってもらっていいからね。そしたらどうするかな。ちょっと時間があれなので、一人ずつイギリスへ向かってっていうか、メッセージをちょっと言ってください。これ流してるんで、はい。ちょっと言ってくれますか。 To your family. Just remember, we'll catch in your country. Okay. Action, yes. So, one word you say to your friend in England. What would you say? Just remember, yeah, really? Okay. What was the question? You'd say a message to your family. Back home. We miss you very much. we are having a great time and we are safe. Thank you for your support, and we will see you soon. Yeah, that's very lovely. Hi, Mum. Hi, Mum. I'm on TV. We're having an amazing time.We love Japan. 私たちは素晴らしい時間を持ってます。日本大好きです。はい、どうぞ。We don't really want to come home. I want to come home. We don't want to come home. We want to stay here. We don't want to go home. We like Japan. ここはうちのような感じがしますって言ってました。ちょっと嬉しい。わかりました。じゃあ、あと、トヤさんどうですかね、こういう急遽、まあ、私もお願いしちゃったんだけど、通訳お願いしちゃったけど、もう時間ないから早く喋っていただかない。いや、私も久しぶりで、頭回転させて、大変嬉しいチャンスいただきました。あ、そうですか。私の英語を使うね、チャンスを与えてもらったこと、ありがとうございます。はい、登録していただいて、本当に助かりました。まあ、そういうことで、今日は急遽、まあ、取り留めのないお話ってはおかしいんですけれども、皆さんに集まっていただいてお話いただきました。本当にありがとうございました。まあ、気をつけて、旅行していただければなというふうに思いますので、よろしくお願いします。 Thank you for joining us. You have a good travel. Thank you very much. 大丈夫、今日はありがとうございました。ありがとうございました。
When will it be played, showed? Was that live? Right. It looks like MI TV. Or maybe. MI TV. It is the. You don't have to look terrified. You do, you look absolutely petrified. Smile. What's your vision? It's at the homepage of それであそこの何だっけ、トヤさんの横へ座ればOK。ああ、そこ座ればいい。
I've got a link to the video. And I don't Hashtag smells. And then I'm going to comment. I'm going to comment Lucy Stevenson like 5 times. はい、じゃあありがとうございました。はい、サンキュー。ありがとうございます。ありがとうございます。